皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。アクアリストタッカーです。自分の動画を見に来ていただき本当に感謝してます。ありがとうございます。もしよかったら見ていってください。で、今日はね、こちらのアロワの水槽の話をしていきます。まあ今日はね、そんな長い動画じゃないんですが、まあね、今日はね、ちょっとね、メタレ対策について話していこうと思います。そのメタル対策でね、うちの社員もね、もう社員っていう名前つけてるんですけどね。で、うちの社員もね、これメタレ前知ってて、今はね、だいぶ良くなってるんですよね。右も左もそれほどね、目は垂れはないかなと思いますね。まあメタレ対策としてやったのが、これですね、この水槽。水槽をまあ全面、黒いプラダンで、ね、覆ったんですよね。今もやってるんですけど、これね、これでこう、こういう風にね、一面全部ね、こうやって全部、水槽を覆って、上だけね、出してやってる。あとね、これね、いつの通りこれ、アヒル隊長っていうかね、アヒルを上に浮かべましたね。で、なんでアヒルを上に浮かべたかっていうと、このうちの社員がね、こう上を見ると、上を見て、このね、アヒルを見てね、何かなーって、思うように餌かなとかね、なんか不思議な感じになるように、不思議っていうかね、気にしてもらうように、このアヒルさんをね、浮かべました。メタレ対策としてアヒルさんを浮かべました。でね、今回ね、新たにじゃじゃーん、こちらね、アヒルさん、これね、100円ショップでね、売ってたんで買ってきちゃいました。はい、こんなです。4羽いますね、4羽。はい、こちら4羽。かわいいですね。かわいいなと思って自分を、まあ、購入したんですけど、ずらりと。これをね、今からね、浮かべていきたいと思います。これでね、うちの社員がね、まあ、ずっとこう、メタレがないようにしていきたいと思います。まあ、いろいろやったんですけど、これがね、一番良かったのね。はい、今浮かべてみました。アヒルさん。こんな感じです。アヒルいっぱい。そして社員はアヒルを見てるかな。なんかアヒルやっぱり気になってる感じがありますよね。ちょっと強引に言ってることもあるんですが、そんなことはない。ほら、アヒル見てる、アヒル見てる、見てるか、アヒル。多分ね、アヒル見えてると思うんですけどね。まあ餌としては食べないから、まあ餌とは持ってないので、いいですね。じゃあね、アヒル。では、アクアリストタカーの今日はメタレ対策にアヒルを浮かべてみました。もしよかったら、グッドボタン、チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録よろしくお願いします。バイチャン。はい、今日はこまりです。こまりはね、今日はこちらでくつろいでましたね。こちらはね、まあこの段ボールの猫用のやつですね。なんていうんだかわかんないですけど、これ猫用のボールっていうのかな、なんていうのかな、こんな感じのね、くつろいでまーす。ね、コウモリ。はい、コウモリ。またねー。おやすみー。コウモリ。またねー。またねー。かわいいねー。じゃあねー、またねー。おやすみなさーい。